はい、映画塾をご覧の皆さん、映画評論家の町山智博ですえ。今回ご紹介するのはベルナルド・ベルトリッチ特集より「えー、ラストタンゴインパリ」をお送りします。はい、えー「ラストタンゴインパリ」これは僕が子供の頃にですね、えー、10歳ぐらいの時に日本で公開されまして、えー、見るわけないんですね、子供も見れなかったです。はい、で大変な話題になりました。というのはこれ、これを作ったイタリア、イタリア本国でですね上映禁止になって。 しかもその監督であるベルナルド・ベートリッチは有罪判決を受けたということで大問題になった、えー、しかも中で本当にセックスをしたとか、えー、主役の人たちが、えー、あとですねアナルセックスのシーンがあるということで当時としては今はって思うんですけど当時としては大問題大変なもうセンセーショナルな,な映画だったんですけれども、はい、じゃあ今見るとじゃあそのセックスとかそういうところの。 ではです、ね、別にそんなびっくりするようなことではないんですが非常によくでできた映画です,面白いです、はいえー、どういうふうに面白いか見せ場はですね何といってもマーロンンブラこの人はですね、まあ、中年のおっさんでですね、えーまあ、アメリカ人なんですけどパリに住んでますそれで奥さんが突然謎の自殺をしてしまってあの絶望してるところでですね、えー、フランス人の女子大生のマリア・シュナイダーと偶然出会いまして。 で安アパートを2人で借りてそこでですねセックスをし続けるとでそこで出会ってセックスをするんですけれどもその互いに名前は言わない互いに自分たちの私生活は一切言わないただセックスをするだけの環境を続けるという物語なんですね。そのまあ、いわゆる「やり部屋」というやつですけども <laughs>、えー、それでこの2人が何をやろうとしてるかっていうと。 えー、セックスだけをただやってその社会とかその世界とかと断絶することで純粋な愛は見つかるだろうかって実験をするのがマーロンブランドなんですね。で、マリアシュナイダー女子大生の方はあんまりそんなこと考えてないんですけども、えー、その辺の、えー、亀裂が入ってくるあたりが非常に面白いというところですね。はい。でもう一人出てくるのはジャンピエールレオ、噴、え、水、ー、ですね。マリアシュナイダーのですね恋人、えー。ジャンピエールレオはですね、まあこの人はまあ。 フランサートリフォー自身のその何、えー、ていうか胸像というかですね、えー、フランサトリフォー監督の何ていうか自分自身の写し絵みたいな役をずっとやってきた人ですけれどもアントワーヌという役名でね、えー、この映画の中でも映画オタクの役ですはいで、えー、この映画見どころはですね、まあ、セックスシーンもあるんですが、えー、マーロン・ブランドがセックスシーンの時にセックスしたりしながらいろんなアドリブを言いますでたらめなここととをずっと言っ言てますが、これは、 えー、ベルトリッチもですね、えー、ベルトリッチ監督もですねもう全くコントロール不可能状態だったらしいですでまず最初に撮ったシーンっていうのが、えー、この映画の冒頭のシーンでビルアキム橋っていう非常に有名な橋があるんですねその上を高架で電車が通ってで、下がこう歩けるようになっている橋があるんですよそれでセーヌ川のところにエッフェル塔に向かってこうエッフェル塔に向かってこうつながっている橋があるんですがそこの下でですね、えー、マーロンブランドはいきなりですねこう 顔をこ,うこうやってやりながらですね「ファッキンガーっというところから始まるんですねこの映画は監督がそれ見てうわすげえなあこの <laughs> 俳優もうテンパっちゃって俺どうすんだこのあとこの俳優コントロールできるのかなってことでもう絶望的な気持ちになったらしいですよ、はい、でその後もセリフ全然入ってないとでセックスしてる最中裸なんですよねこのマリア・シュナイナと2人セックスしてる最中にセリフが入ってないからどうしたらいいのかねカンペ読めないわけですよ マリアシュナイダーの体に書いたんですよセリフを <laughs> これね昔丹波哲郎さんがですね善人の条件って映画出た時に非常に有名な話で、えー、すごい長セリフを言うシーンでミカンを剥いてるんですねミカンにセリフ書いてたんですね <laughs> そ,れそれもありますけどこれま相手のセックスしてるところで女の体にセリフ書いたってひどい話ですねおでことかいろんなところに書か,かれて大変だったわよって言ってますよ おっさん覚えてないですセリフはい、いつも入ってませんこの人はあの地獄の目視力とかいつも入ってません、はいえー、ただそのアドリブがめちゃくちゃ面白いんですこの人がやる異常な行動のほとんどはマーロンブランドの現場のアドリブですだから、えー「ベルトリッチ」も一体どういう映画になるのか撮影が終わるまでさっぱり見当がつかなかったっていう,うにインタビューで答えてますねはいその面白さですねはい、えー、それとあとはまあえー、セックスシーンのところでですねいろんなことを マーロン・ブランドが言いますがこれ見てる時にですね、まあ、ちょっと分かんないと思います見てる時はあとで説明しますその辺もで全てのセリフが何かのギャグになってるんですよこの映画面白いんですねでそれも見ただけではちょっと分かりにくいし字幕の問題とかもありますんで映画のあとでちょっと説明します、はいえー、とにかく映画マニアだったらね、えー、喜ぶようなネタがね山盛りの本当にねもう今でも抜群に面白くてですねしかもその男と女というものに関して すごく深く考えさせる映画。それがですね、えー、ラスト単語インパリです。はい、えー。もっと詳しい内容は、えー、映画を見た後、復習編で解説します。はい。えー、それでは、ラスト単語インパリ。ぜひご覧ください。